こんにちは、堀口清司です、今回はロイをね、ドッグパークにいつも週末連れてってるんで、その様子を撮ってきます。では今からドッグパークに行ってきます。はい、ロイは散歩。お、散歩ですか。ロイ散歩行く。散歩。ロイは散歩に反応します。散歩。ロイ散歩。散歩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 行きますか。ロイ散歩行きたい。よし、ドッグパークに着きました。こういうね、ケージのケージっていうんですかね、柵があって、この中に犬を放し飼いで入れて、で遊ばせるっていう感じですね。こういう感じ。はい、ではちょっとロイを連れて行ってみたいと思います。はい、あ、もう犬が来た。あ、ちっちゃい犬が。ロイは虫かと。ロイはこうやって草ばっかり食べてますね。周りにこういう犬が結構いるんですけどね、箱を見るとあんまりないですけど、でもロイは気にせずマーキングと草を食べる作業をしてます。本当にマイペースですね、ロイは。ロイ、お前よだれ出てるよ。ロイ、ロイ、ロイ、ほで、ロイ。全然他の犬たちと遊びません。いつも一人で。他の犬もいるけど全く気にしません。うん。ビビっておりますよ。ああ、うん、いつも一人行動です。ロイ、おお、全然遊びません。お、遊ぶか。お、遊んでいます。お、あいつ調子に乗って吠えられるんだよな。大丈夫。はい、全然遊んでないですね。ただマーキングしてるだけです。はい、はーい。お、遊ぶか。お、調子に乗ってると吠えられますよ。
あ、はい、何もなかったかのように歩いてます。今日ね、まあ実は日曜なんですけど、まあ朝もドッグパーク来て、ロイはもう疲れてるんで、まあそろそろもう来てから30分ぐらい経つんで、まあそろそろ帰ろうと思います。はい、ロイ、はい、ロイはもう鎖をつながれて、もう帰るよってやると、いつもこうやって疲れたふりをしてダダをこねて帰らないようにしています。ロイ、どう？ちょっと無理やり引っ張りながら連れて帰りましょう。うん、シャワー浴びよう、シャワー。うん、よし。おい、おい。シャワー。ロイは帰り際に無駄なあがきをするので、また寝っ転がって帰らないようにするかもしれません。はい、ロイ行くぞ、ゴーゴー、はい、カムカムカム、よし、カムカムカム、ロイ、はい、始まりました。帰りたくないんですかね。ロイ、帰りたくないんですか。ロイ、帰りたくないんですか。お前気がついて、帰りたくないんですか。ロイ、え、大丈夫。ロイ、朝も来たんだ。はい、レッツゴー、カム、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。